マウリエブリンです。よろしくお願いします。皆さんこれどうですか、かっこいいですか。ちょっとかっこよかったら拍手で。ちょっとありがとうございます。嬉しいですね。愛知県東郷町出身のマウリエブリンさん、昨日始まった秋の全国交通安全運動に合わせ中村警察署の一日署長を委嘱されました。マウリさんは集まった大勢の人たちに華麗なドリブルを披露。参加した区内の中学校のバスケ部員にパスを出しながら交通ルールにまつわるクイズを出題するなどして交通安全を呼びかけました。まあ、本当に一人一人が思いやりを持って、交通安全を、守る、交通ルールを守るっていうところだけで本当にいい県になると思いますので。